編集チャンネル。はい、ヤマトです。はい、ヤマトです。いいです。ヤマトです。ヤマト持ち込み企画。20代で経験しておくべきこと。イエーイ。パスパス。ちょっと時間が空いたね。前回ヤマトが病欠したの。病欠。何でしたっけ。胃腸炎だったんだ。胃腸炎だ。それは大変だ、うん、もうニッチもサッチもいかんくなって。前回はスポーツ編。前回はスポーツ編でしたね、うん、はい。この企画はロボとかテニスとかなんかスキーとか言ってたね。若いうちに経験しといた方がいいんじゃねみたいなのをみんなで議論していくっていう企画なんですけども、前回のやつは概要欄に貼ってます。前回スポーツ編です、うん、はい、今回やっていくのは、今回は飲み系飲み編。おお、なるほど。企画としては僕らが根拠もなく何もエビデンスもないけど20代だったらこんぐらいは経験しとかないと、なんか大人になって経験しなかったらちょっと恥ずいよみたいな話を飲みの場でしてたから、それをこの場で発表して議論すると。はい。なんでほぼ飲みの場のただの適当な話だと思ってアルコールが入ってないだけと、はい、これにね、なんかね、顔をねこう真っ赤にしてプンプン怒ってるコメントがね、気にせず言いましょう。はい、うん、ポジショントークの いつも気にしてないじゃないですか誰も気にしてない。ここ3年半くらいずっと気にしてないじゃあいきますよ、うん、はい。じゃあまず1つ目、全部で何個あるの？5個です。5個。じゃあ1個ずついこう。はい、うん、飲み会の立ち回り方。ふわっとしてんなこれはね、もうやっといた方がいい、うん、ですよね。やっぱりね、分かっといた方がいいってこと？分かっといた方がいい。あ、そっか。立ち回り方って何だ？具体的に。例えばビールのラベルとかの話ですよね。ああ、違います。あ、いや全然いいんじゃない、うん、要はビールラベル上にして注ぎますよとかです。いや、それはね、なんかね、別に最悪じゃなくてもまあいいかなとは思う。ビールこうわしづかみでラベルごとここ行ってこうやられたら僕わーと思いますけど。なるよね。なるよ。それ以前にさ、そもそもさ、注ぐかどうかみたいなところの方が立ち回りの大事なところだったりしない？そもそものところですね。そう、うん、上司とか先輩のグラスが切れたら何か飲めますかとか、飲めますかとか、うん、注ぐとかっていうのって当たり前のようにできる人と絶対できないだろうなっていう人と、今回のってある程度分かってれば OK っていう議論で極める必要は特にないと思うんですけど、はいはいはい、ビールのラベルを上にしてるわけ、別に極めてるわけではないと思うんですけどね。だって気になるもんね口とか持ってこうやって注がれた時にはあんまこうふざけてんのかってね、なるもんねそれはカモさんがビールを飲まないから。カモさんは逆にお酒好きじゃないからかもしれない。あ、まあまあ確かに気になんないかもね、うん、僕とか上本さんお酒大好きなので、うんうん、気になっちゃうよね。気になっちゃいますね、うん、あと何、立ち回りってガヤ芸人やるとか。この間サロンでめちゃくちゃ売ってる営業マンの人に飲み会での立ち回りちょっと聞いた時に、女の子がいる時に絶対女の子と2人だけの空間にならないようにめっちゃ気をつける。あー、分かるね、分かるわな。常に必ず視野の中にお客さんの表情だったりグラスっていうのは絶対目をそらさないっていうふうに言ってて、あ、それはできてない人確かに多いだろうなって思いました。うん、そうですね、うん、それと、まあ、似てますけど、なんか全体を俯瞰してみて、なんかあんまりちょっとこう口数少ない人いたら、うんうん、その人に対して質問ちょっと見してあげて注目させるみたいな、そういう配慮もなんかあったら嬉しい。確かにかもしれないですね。だからまあ要は空気読めるかどうかっていうところだよね、うん、飲みの場で空気読めない人って2分ぐらいでバレるよそれあります。喋ることが正解じゃないじゃん。喋んないんだけどつまんなそうにするのもダメというか、うんうんうん、変な話、喋んなくてもずっとギラギラ笑ってたら正解だったりもするしね、はい、喋んない人に限って喋ったらどういうことってなる空気感になっちゃう人もいるじゃないですか、うんうんうん、そいつが喋るたびに一回場がゼロに戻るというかこう盛り上がってたやつがはいはい、はい、山本意外と後輩のそういうの厳しいよね。いや、まあ、なんか後輩が喋ってどういうことってお前言うよあの箸とかですかね、先輩が箸に手をつける前に、うん、後輩が先に箸手をつけて、あ、なるほどね、食べ始めるみたいな。先輩が割り箸割るまで笑うみたいな。あ、そうな、あるよな、はい、学生時代徹底しました、うん、おー、むしろ飯食うなみたいなもうね、3時間飲むと 1回も食わないです箸はこうやってなるから箸こうやってそれはね、やりすぎだけどそういうのとかですかね。こればっか深掘りしてもらえなんで、はい、これもし需要があれば1本別撮りで行きますか。はい、次は逆にこういうのなんかめんどくせえとかって思う人もいるかもしれないですけど、めんどくさかったらめんどくせえでやんなくていいんですけど、シンプルに空気が読めない大人になるだけなんで、それは自分で選んでくださいって話なんですね、うん、そうですね。次は、うん、ゲーム。
ゲームってどういうことだ。山手線ゲームとか、ここの東西とか。あ、そうです。飲み会ゲーム、ね、飲み会のゲームを知っておくべきかってことですね。知っておくべきか、経験しておくべきか。なんかさ、地域とかコミュニティとかによって呼び名が違ったりとか、はいはい、まあ大体ローカルルールが乱立してるじゃん。それはさ、いい。あ、そうそう。だけどそういうのの要点のつかむ速さって結構スペック出るなって思う。確かに。まあ、要点を掴むっていうか、なんか場を盛り上げる術を知っておいた方がいいっていう。ああ、なるほどね。カモードみたいに山手線ゲームを極めろとかそういう話じゃないですか。そうそう。例えばなんか、ね、女の系の飲みがありました、うん、なんかちょっと場盛り上げてよみたいになった時に、うん、何かこうゲームができるかとか、うん、あるじゃん。ゴーバックジャンプとかさ、うん、まあイニシエからの飲みゲームみたいな、はい、だからそれでさ、誰も知らないけど、うん、誰でもできてめっちゃ盛り上がるのたまに持ってくる。あー、なんかそれね、え、何それってなって、あ、なるほどね。100点あげちゃうみたいな。なるほどね。もう一回お前食べてもらいです。なるほどねってなるのよ。確かにレアゲーム持ってくるのいいっすよね。やってない人って本当にこれやらずに来てると思うで、うんうん、確かに。飲み会ゲーム大学生の飲みで決まりますよ。確かに。案外これ30歳になっても、うん、なんか30中盤の人とかでもやってるよね、うん、ゲームとは。ずっとやってます、うん、へ。僕らもね、たまに、まあ、やる機会は、うん、たまにはありますけども、うん。だからまあ、今だからオーガナイザーとして自分が持ち出すパターンもあれば、誰かがパッと行った時に抵抗なくそれを受け入れられる経験があるかどうかみたいなところじゃない。たまにやっぱいるじゃない、わかんないわかんないって言って一生わかんないやついるいる。ルール説明10分くらいかかるやつ。山手線ゲームとか古今東西ゲームは同じだと思うけど、ああいうのもね、王道で続いてるっていうのは要は誰でもできるからっていうことだよね、うん、今日負けた人がお題決めたらその人有利になるとかっていう、金星化できる、誰もが納得できるゲームみたいな、ね、これもじゃあ覚えておいて。必須、必須と、必須です、はいはい、続いてコール。これもね、これはね、まあ、うん、大人になったらやらなくはなるけど、なんか知っといた方がいい気がする。なんだろうな、なんか夏メロみたいな感じで 4,50 になっても生きてくるんじゃないかと予想してます。なんかいや、コールのレパートリーをいっぱい知ってる必要はない気がするけど、例えばコールをかけられた時に飲むっていうのがなんかこう染み付いてる人と、コールかけられてもいや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 っていう人いるじゃない。いるね。 俺もやっぱ酒飲むの苦手だし、いっぱい飲めないから、答えだけやっぱコールをかけられたら飲まなきゃっていうなんか気持ちにはなるわけよ、うん、あえて言葉に出して言うほどのことでもないんで、コールかけられたら飲むっていうのは社会人というか、そういうのは一般的なんじゃないかな、うん。まあ、コールかけられて飲まないのはノリ悪いって思われちゃいますからね。それこそ空気読めない子ですよね、そういうふうに拒否る子は、まあ、でも俺はなんかやっぱそっちよりコールのレパートリー知ってる飲み歌知ってる側だけどね。飲み歌大事っすよね。飲み歌入ってるんですよ、コールには。飲み歌も入ってるんですよ。やっぱさ、こう全体で飲みに行って二次会三次会になった時にマイクを渡せるやつって若手でめっちゃ重宝するよね。いると助かりますね。それはそうだ。そのスキルね、だから30のおっさんとか、もうさ30超えたおっさんが積極的に飲み歌やるのも、まあ本人が好きだったらいいんだけど、どちらかというとそこ若手の仕事としてガンガンやってました。若手が弱く飲み歌で次の次のとかって言ってたで、それで先輩年配が振られて、振られちゃったから飲むかって感じで飲むっていうまでがまあセットなそう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 、そのカルチャーある程度好き好まなくてもいいけど対応できるようにした方がいいね、うん、それ盛り上がりますもんね、うん、やってくれると。立ち回りもの一環ではあるけどさ、うん、こう盛り上げスキルってあるじゃん。あるね、うん、その盛り上げスキルの一環としてコール飲み歌はある程度レパートリーを抑えといた方が行きやすいと思います、うんうん、確かに。これでもどうやって勉強したんですかね、コール。そういうこと触れてこなかった人たちは。でもなんか YouTuber が紹介してるからそれみたいじゃないですか。あ、確かに。俺も紙に書いて覚えた、学生時代。そこまでしたんですか。ありすぎて覚えられなかった。まあでもね、なんとなくそういう場数を増やしていくしかないんじゃないですか。飲み会の場数を増やすみたいな。そこで聞いてね、うん、自分で食らって、そうそう、食らってとか、でちょっと誘ってもらった時に頑張って行って二次会まで行って聞くとか。比較的覚えやすいのが多いんで、うん、まだマシかと、うん、次飲み会の幹事、それ経験しといた方がいい、ね、これは絶対ね、うん、やっといた方がいいね。
ヶ月ぐらい実力差出るもんね。お店選びから始まり、案内から始まり、やっぱり出血とか、うん、そうだね、仕切りがグダグダになるとね、うん、店めっちゃ狭いとか、うん、そう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 、これも別に合コンでもいいのよ。そうそう、合コンの幹事でもいいのよ、うんうん、そう、小規模な飲み会でもいいんだけど、幹事力あるかないかめっちゃ大事、うん、結構仕事にも直結するよね、うん、そのスキルは比例するというか、ね、それでなんか二次会の場所とかやっぱりこう自分の中のレパートリーもやっぱ増えますし、盛り上げるために場がぐだついてたらそういうとこ連れていくみたいな。どっちが先か分かんないけど、まあレパートリーないと感知力も上がんないし、うん、レパートリーを持ってるっていうのは結構前提になってくるかもしれないね。飯田くんとそういう飲みはしたことないけど、まあ、飯田くんならなんか二次会そういうなんかいい感じのとこ予約してくれそうって思うし、そういうのやっぱ大事かもね。飲み会の感じはむしろ積極的に受けようぐらいの方が僕はいいと思う、ね、いいのは飲み会に参加する上の人とかと連絡取れるからもう仲良くなりやすいし、お金周りの回収のタイミングだったりとか、遅れた人の対応だったりとか、変な食べ放題みたいなまずい飯じゃないかとか開始のタイミングはいつにするかとか、紙雑誌も多分そうだし、駅からのアクセスもそうだし、全てにおいてですね、考えることめっちゃあります、うん、めちゃくちゃありますね、うん、エレベーターのタイミングは全員上がったら上がれねえからどうしようみたいな追い出しそう追い出し端から順番にこうちょっとずつ追い出すとか2軒目いかに全員ね行く流れにするかみたいなね。そうまあね、俺もでもやっぱ合コンの感じが一番おすすめかな最初、うん、確かに気軽だし、ね、会社とかでやらずに、うん、友達同士の合コンの感じ。でもなんかその感じがうまいっていうのは、まあ、いわば極めてる路線だと思うけど、うん、2軒目行く時の断り方とかコールかけるって本当に飲めない時のさばき方とか、それが要は弱者向けの情報だと思うんだけど、うん、そこはどうですか。弱者向け、うん、俺どっちかっていうと酒飲めないしあんま乗り良くないから2軒目あんま行かないタイプじゃない例えばさコール振られた時に一応口はつけるとか、はいはいね、あの2軒目行く時に雰囲気壊さないように行く流れにするけど、着いた時に金だけちょっと置いてチレット帰るとかっていうことは俺はやる、最後までいるタイプなんだよごめんなさい、分かんない分かんないですね。振られたら飲む、二次会は朝まで行く陰キャにも優しいチャンネル岡本さん発信で頼みますそうっていうのをだから陰キャなりにやっぱ頑張るためには、要は陽キャと付き合っていかないと出世できないわけだから、はい、陽キャに合わせるけど陰キャの自分には無理なことはなるべく空気を壊さないようにやるっていうのは結構心がけてましたね。実際帰りたい時って どうやって帰るんですか。二次会ってさ若手とか帰れなくない。若手はそうだけど、うん、ねだってこれ若手20代のうちにっていう話だからさ、うんうん、そうだね、先輩が行きたそうだったら 100% 行くよもちろん、うん、あそれはそうですね、それでも帰りたいというあなたへ、うん、そういうことねそう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 なんだろうな、その時は帰りたい時でしょ。僕は何にも声をかけずに走り去って逃げるのが正解なのかなと思ってるんですけどなわけねえだろそれはダメだろ酔っ払ってんのあいつわかんないです、どうやって帰ったらいいかわかんない。ずるいかもしんないけど誰かが帰りますって言った流れで自分の帰るやつって印象を残さないタイミングでしれっとあじゃあ僕もみたいな感じで行くとか。覚えてるけどな、法律的回じゃないよねこっちは覚えてるけどなやっぱでももうこれがこれでしかねこれがこれでこれでしかねないんじゃないもそんな今どき使えるお酒にこれでって言われたでもそれを笑いとって帰れそう、それしかないよもう途中盛り上がってきた中しれっともう帰るしかないですよね、きっと。まあ、シレッド作戦がまあ空気壊さんっていう点ではそうで、逆にその残り3人とかになっちゃうともう3分の1になっちゃうから需要度が高まっちゃう、最初もダメだし最後もダメだから、それ逃げ遅れですからね完全にそのタイミングはすごく見たりしますね。何の話をしてんの二次会行きたくない人へ向けの帰り方ただまあ、 あの空気を壊さないっていうやっぱ気持ちは結構大事かなと僕は思いますので、じゃあラストお酒の銘柄、焼酎の銘柄で味がどうとか、うんうんうん、ウイスキーの種類いろいろ知ってて、うん、どれで飲んだらこれはうまいとかなんか、うん、その辺ですね。まあ、今までは飲み会のなんかをわちゃわちゃしてる飲み会を想像してたから急にあの急にしっぽりちゃんと飲む時の話になるね、はい、そうですね、うん、実際皆さんどうですか。上本さんは結構知ってそうですけどね、うんうん、俺は多分人並みかちょっと詳しいぐらい、うん、皆さんとかなんか、うん、どうなん好きな日本酒とかあるんですか。別に好きな日本酒とか別にないかな。でもこれまでたくさんお酒飲んできたと思うんで、うん、まあ、こうやって飲む味とかじゃない味とか味わってる暇なかった銘柄知っててどうなんですかね、得することってあるんかなって思うんですけど、
ちょっと年次が上がってくると、まあ、いい店に行くことだったりとか増えるわけじゃないの。そこで何かを頼まないといけない時に、全く知らない顔でこう、ってこれなんだろうって眺めてるのが、俺個人的にダセーなって思う。バーに行った時にウイスキー何にしますかって聞かれるとかさ、ハイボールって頼んで銘柄どうしますかって絶対聞かれるわけよ。でその時にお酒の知識なかったらおすすめでみたいな、あそこにボトル並んでるのに何がありますかって聞くのとかって、なんかちょっと子供っぽいなって思っちゃうっていうものを知らんな。そう必殺技なんか一つ銘柄なんか持っとくといいかもしれないです、ね、とか、だから僕これ好きなんすよとか、なんかちょっと代表的なのだけ押さえとくとかでも全然僕いいと思うんで。確かに僕も20代の頃もう全然なんかそのウイスキーとか分かんなかったですけど、社会人1年目の頃に先輩にバーに連れてもらって、うん、マッカランこれをうまいから飲めみたいなのが言われて、うん、もうそこからマッカランしか頼まなかったです。あでもいいじゃないですか、ね、なんかまあまあ一つ覚えてるだけでそこ乗り切れますからね。まあそうね、そうこれ好きなんすよ。まあでもね、あの寿司屋とか行った時なかったら悲惨なことになるけど代表的なのなんてさ、うん、各ジャンルにさもう5個とかさ、うん、ママも一瞬で覚えれるわけじゃん、うん、だし一瞬で飲めるわけだから、うん、ちょっとそういう経験は持っといた方が幅が広がるし、うんうん、恥かかないかなっていう意味、うんうん、1日くらい勉強したら一生使えそうですね。一生使えるだろうね、うん、この間若手は何かの店出てた時に寿司屋かな、カシオレでって言われた時に、いやでもいや、あると思う、ね、カシオレちょっとマジっすか、いないかなって、うん、でも絶対あるあるある、そういう子がいるんすね。オレンジジュースでとかも絶対あると思う、うん、レモンサワーとかもちょっと危ない時は危ないよね、うんうん、もうそれ何なんですかね、結構常識な範囲かなと思っちゃうんですけど、それはねでも、うん、ある程度社会人歴を積んできた常識であって、まあ、20代でそういう店に行かないとか全く触れないまま来ると、うん、多分それって30になってもカシオレでっていう人は絶対出てくるだろうし、うん、個人的には結構一押しの僕はこれ知識系ですね。ワインとかね奥深すぎるからあれだけど、そうね、だから勉強したいねっていう、複雑ですねっていう意味とりあえず覚えてる。じゃあそれが飲み会編と。年収チャンネルでは年収ガイドブックを視聴者皆さんにプレゼントしています。フリーランス向けオンラインサロンもやってます。出演者募集中。概要欄をご覧ください。